皆さんこんにちは、お久しぶりです、ということで、今日はですねスペイン遠征記エピソード4をお届けしていきたいと思うんですけども、遠征記は一般受けしないなっていうのが正直な制作者としての感想なんですよ。ただ、僕の身内の方とか、特に生徒さんとかですね、あとお付き合いしてる、社長さんとかいろんな方いらっしゃるんですけど、いいね高田君みたいな言ってくれたりとか、この前ね札幌の方がスペイン遠征記で僕を見つけて、そこからいろいろ辿って、東京、横浜のレッスンまでお越しいただいたと、そんな経験があったりとかで、一般受けはしないんだけどいろんな方のお役に立ててるのかなとか、そんなことを、思いながら今日もエピソード4をお届けしていきたいと思います、ですので、ちょっといいなと思ったらライクをいただけるとやる気が出ますので、続けてほしい方はぜひライクをお願いします。はい、漢字の内容なんですが、今日は作品はありません、いわゆる旅行記に近いものをですね、その代わりですね、作品がない代わり、僕のスペイン語が聞けたり、現地での、実際ね去年の10月ぐらいですかねの僕がその場で話してる声を聞けたりとか、あとは向こうの文化もいろいろ知れますし、食べ物ですね、僕がスペイン料理で一番好きな食べ物がドンって出てくるので、これはなかなかスペイン料理好きの方にとっては勉強になるんじゃないかなと思います。はい、ということで一応収録したものとしては今までで一番楽しかったので、今日も皆さんに楽しんでいただければなと思います。それでは、いってらっしゃい。まずここですね、プエブラでサナブリア、これが前回のエピソード3の撮影地であり今回の出発点です、そしてここを出てこの道を通って、まずはベリンという町に滞在というかね、食事のためにこの町に立ち寄ります、でここで僕のスペイン語が本邦初公開されたり、スペインの料理ですねとか文化とか、ちょっとしたものを知れます、旅行記的な感じです。でその後オーレンセという町、ここはちょっと動画撮ってないんですけど、を通過して今日の終着地はビーゴ、ここね大西洋なんですよ。すごいでしょ、大航海時代はね、この辺りポルトとかリスボンとかこの辺りから、船がたくさん出てましたということです。でスペイン最大だったかなの漁港もあるので、本来寄るつもりじゃなかったんですけど、ちょっとここに、行こうということで、でこの後前回、インスタで、投稿させていただいたサンティアゴ・デ・コンポステーラに行くということですね、今日はこのビーゴまでの旅路を皆さんとシェアしたいと思います。それでは行ってみましょう。ここはですねエピソード3で撮影したサナブリア湖です。あの時上に行くか下に行くかというところで、地上戦かね空中戦かみたいな話をしてたんですけど、地上戦選んでよかったなっていう感じですね。今画角の左側ですねに映ってるあの白いとこ、あのビーチから撮ったので、ここに来てたら積んでたなっていう、こんな感じね。今多分誰かがヨットで遊んでるのかなっていうところで、はい、以上勉強でした。ラゴでサナブリア、皆さんもぜひいつか来てみてください。ということで今回も出発したいと思いますが、今日も素晴らしい天候に恵まれて、これから 2,3 時間ですかね移動していくことになるわけですけど、道中の映像というのは皆さんねもうちょっと飽きてるんじゃないかなと思いつつも、お届けしたいところはしたいなというか、やっぱ旅感をね出したいなというところで、僕が気に入ったところは見せつける感じでやっておこうかなと思っています。はい、じゃあトンネルを抜けてですね、この先ベリンという町に向かうことになります。それももともと予定してたわけじゃなくて、朝起きて、サナブリア湖出て、お腹空いたなーみたいな、でもどっかせっかくだから見てきたいなーみたいな、あんまり考えずに、で今は左上のね風車出てこない、皆さん出てこないよあの左上の回ってるやつ、はい、であれをお届けしたかったりとか、今回もねこういう岩肌とかってなかなか日本では見れない、景観なので、随時せっかく撮ったからお届けしていこうと思いながら、さっき言ってた
ベリンという町に向かうことになります。今このような形で街が見えてきました。やっぱね、スペインはというか海外は街と街の距離がすごく遠いので、まあ、そこに行った感、街を移動してる感というのはね、日本では味わえないものかなと、日々思います。こうやってね、大きな街に行く手前には、村ですね、村というか、まあ、そういったものが必ず点在していて、案外こういうところがね綺麗だなって僕的には思ったりします。それでは恒例のラウンドアバウトです。ロンダ、で車が来てないのでシュルッと行っちゃいますけどね、まあ、ロンダの解説はエピソード1か2でやってると思いますので、まだ見てない方はぜひ。はい、正面に見えるマリスケリアっていうのは魚介料理専門の、まあ、レストランというか食堂というか、そのような形です。なんでマリスケリアブラシールなんで、ブラジルの魚介料理っていう感じなんですかね、でこのようにしてですね、街の至るところにバルみたいなものがあって、この赤いテラスのねテントですね、でこういったところでみんながお酒飲んでっていうのが向こうの文化です。で今何を探してるかというと、お腹空いたから何か食べたいなと思って、パリリアーダ、読めない、パリリア、はい、そんなわけで僕は今から食べ物をゲットしに行くんですが、到着して1週間経ってないのでまだスペイン語がたどたどしいんですけど、ちょっと聞いていただきたい、皆さんに食べ物ありますかみたいな、そんな感じです、向こうからしたら。的な感じでですね、ビールってありますみたいな、そんな感じですね。この後もですね、食べ物を探し求めます。コンビニがないのでとりあえずお腹空いたなみたいな、ちゃんとしたもの食べたいなって言って探すんですけど、この作業が後々命取りになるんです。今もスマホで探してるんですが、横でねおじいちゃんたちがみんなで仲良く騒いでるというか、楽しんでるというか、会話を楽しむんですよね、向こうの人たちは。で地元の人たち同士で年取ってみんなでね、人生楽しんでいくと、まあ、そんな文化です。でこちらはとあるフィエスタ、ちょっと中身までわからないんですけど、まあやっぱり住んでわかるかなっていう感じで、まあ、住まないと、まあ、こうやって街で通りがかったぐらいではその国その街のことはよくわからんということですが、まあ、こうやってね何か新しい知識経験というのは常に貯めていきたいななんて、ちょっと真面目な話をしてみました。でお店が開いたっぽいので今から交渉というか聞きに行きます。スペイン語第2弾な、何時に開きます？聞きました。開けようだ、アブリールっていう開く回転するみたいな感じなんですけど、出てこないんですよ。でもね、行ってだいたい昔は 2,3 日あったら戻ったんですけど、今回1週間ぐらいかかったので、まああんまり語学と離れすぎるのは良くないなって。美味しい、こちらがパエリア、皆さんご存知で、こちらがですねボケロネスって言ってイワシの酢漬けなんですけど、こう本当に美味しいんですよ。皆さんスペイン料理も、僕スペイン料理で一番好きなんで、はい、そんな感じですね。美味しそう、ごちそうさまでした。それでは次の町に移動しますが、なぜ今僕が水を持ってたかというと、皆さんさっき僕ビール飲んでましたよね。これから飲酒店に該当するんですけども、この国では
ゴホです、ウナコパって言ってですね、一杯のビールぐらいだったら大丈夫だよっていう法律なんですよ。でもちろん血中濃度によるので、お酒が弱い方にとってはこの法律どこまでセーフなんだっていうのがあるんですけど、まあ、僕は割とお酒強強なので、全然大丈夫です。まあ、ただ念のために、あの法律とか云々の前に、車というものを運転する以上は、水をガブ飲みして、あれ1リットルあるんですけど全部飲んで、正常に戻してから移動しています。そもそも僕はですね、18歳からもう飲酒 OK なんですよ。まあ、そんな風にいろんな国のいろんな文化というものを知るというのは、自分の人生を充実させる一つの手段かなと思って、さっきも似たようなこと言いましたけど、もう一度重ねておきます。ただですね、一応写真家としてここは、教授を持ってお伝えしておきたいんですが、今回の遠征で運転中にお酒を飲んだのはこれが最初で最後です。でもちろんこの後に起こる、まあ一つの自分の判断ミスだったり、ここを右に曲がらないと僕はダメだったんですけど、曲がらなかったんですよ。でやっぱり若干思考がクリアじゃなかったんですよね。でも当たり前なんですよ、撮影前にお酒飲まないなんて僕からしたら当たり前なんだけども、まあついて4日目ですかねっていうので、と、まあ、取れ高が割と良かったので浮かれちゃってたっていうのもあるにせよ、まあ、良くないことをしたなっていうのはすごく反省で、まあ、この日が作品撮る日だったらもちろんこんなことしないんですけど、まあ、あのビーゴっていう街見たいなと、もしいいものがあれば、いい被写体があれば撮れればっていう感覚だったのでやったよっていうのは、一応お伝えしておきます。そうこうしているうちにかなり日が暮れてきております。大西洋に向かって日が沈んでますね。でさっきの道を僕は右に曲がらなかったので、都心部を通り抜けることになっちゃったんですよ。でこの時点でやばいな、もうこれ UK 間に合わんなっていう感じです。で走れども走れどもなかなか都心部から抜け出せなくて、でね、もうこのトンネルのあたりとか絶望ですよ。たった一度右か左かでやっと抜けましたと。なんかね、日本のその熱海的な坂道のところに漁港があるっていうような、そんな感覚を受けました。で登ったり下ったりして、ようやく夕日とご対面です。ちょっと窓汚いですけどね。で、最初僕が見繕ってた場所に到着することになるんですけど、もう向こうあるあるで、なんでっていうぐらいすぐ工事したりするんですよ。だから取れないんですよね。本当はここから取れたんですよ。でもここ諦めて、まあ、今にして思うとここから望遠で抜いちゃってもよかったのかななんですけど、ちょっとこれはもう完全に、判断ミスですよね。その後あっちこっち行くんですが、結局このざまでございます。風景写真を撮るものとして、まあ、被写体に向け合わなかったその末路ですよね。こうなりますよということで、皆さんにこれをお届けできただけでもよかったかななんて思ってます。でその後こちら移動しますが、まあ着地はここだったんでしょうけど、まあ、作品にはなりえなかったかなと。しかし空めっちゃ綺麗だなっていう感じで、はい。ここから反省会をします僕は。で向こうの日本語では初生声、生ボイス別にどっちでもいいわってみんな思ってると思いますが、ああお疲れですよね、見てるだけで疲れるわっていうので、3時間4時間5時間6時間ぐらいのかな、なんだかんだあっちこっち、結果ゼロです。シャッターは何回か切りましたけど全然ダメでした。今から僕は、この日の自分の負けを認めたくない、当時の僕、去年の9月、10月、11月ぐらいの僕が言い訳を展開しますので、そのダサい様をどうぞ。現場から反省会をしたいなと思います。まあ反省会というか、そもそも今日ここにいる予定ではなかったので、まあ何とも言えないところではあるんですけど、まあやはり、ベリンかな、あの町での、
あの食事が効いてたなとかも思ったりするんですけど、まああれ食べた食べなかったでは結果は変わらなかったんじゃないかみたいなところも、今考えてます、まあ、要するに、今回敗因はですね、皆さんにお伝えしておきたいということで、写真家としてね美しい風景撮れなかったというところで、まあ敗因をお伝えするとやはり準備につきます。で僕は海外撮影行く際はある程度、まあ、ここは絶対だよねっていうのを押さえておくんですけど、まあ、北西部でいうといわゆるサンティアゴ・デ・コンポステーラだとか、灯台があるんですけどね、まあ、そことか北部はかなり調べてたんですが、こっち方面はね実は来る予定ではなかったんですよ。ただ、皆さんここまでね、見ていただいた方々、僕の行程ご存知だと思いますけど、まあ、マドリードから西に向かってはい、マドリードから西に向かってね、少しずつ進んでいって、まあ、調子よく作品も撮れていく中で、まあ、テンション上がっちゃったんですよ。で初めてガリシア州っていうところに来て、地図 Google マップ見て Google Earth 見ていろいろとどうしようかなと思ってて、そういえば大西洋まだ出てないなと。で前回3年前に北、スペインの北部バスク地方とか、あれバスクなのかな、まあまあとにかくスペインの北からは見たんですけど、本当に西からって見てないなと思って、でまあ一応このルーゴっていう街調べたら、スペインで最大の漁港があるということで、これはちょっと見ておこうかっていうので、で強行軍で来て、下調べもせずにご存知、一つ目の場所で空振りをして、まあ、なんとかね東大元暮らしだったということで、まあ、今のいる場所までたど、まあ、り着けたんですけど、まあ、やはり日が沈んだ後でしたよね、うん、だ本音を言うとさっきお見せしたような太陽ですね、今日のチリを丸ごと持っていったようなあのどでかい太陽と、まあ、この漁港を撮れたらなとは思ってたんですが、まあ、さっき撮影してて作品にはなりえないんだろうなっていうようなところで、まあ、一つ今結論に至ってます、うん、まあ、なので、こうやってね皆さんに現場からお届けして、まあ、写真家としてでもあり旅人としてでもありますけど、まあ、やはり、準備は大事ということで、乾杯、お疲れ様でした。今日も今から今夜と、明日の予定を立てたいと思います。チョコレートも食べて、お疲れ様です。アスタルエゴ。